はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回もまた、韓国焼酎。ね、なぜか 1.8 リットルを買ってしまった僕ちんですけど、なぜかっていうか、ね、ジンロです。25度、アルコール度数25度なんですが、ジンロはですね、俺が言ってるところだと、これそもそもジンロは、一番小さいので、おそらく、あ、375ml があるみたいですね。売ってなかったんで。375ml 売ってなくて、700ml も売ってないんですよ。売ってなかった。で、しゃーないんで、ないって来ると、非常に逆に飲みたくなるんで、仕方ないんで 1.8 リットルのやつ買いました。で、その後にコンビニ行ったら普通に 700ml ぐらいのやつが売ってて、なんじゃそれ。まあいいや。焼酎、香類。原産国が大韓民国で酸味量。うわ、これも安定してなんかあれだな。怪しいぞ。原産国が大韓民国って書いてあって、酸味量って書いてある。で、輸入者が、および取引先が、ジンロ株式会社。これはサントリーではありません。ジンロ株式会社か。これも怪しいですね。安定の。原材料が全く書かれておりません。あ、っていうか、これあれなんだ。すげえ。これ、あれ、剥げるやつじゃないんだ。これ自体色ついてんだ、これ。ペットボトル。はい。ジンロね。これ怪しいな。くそ、1.8 リットル買っちまったか。まさかのパターンか。またあれか。原材料書かれてないパターンか。原材料書かれてないパターンか。乾杯。まあ味は割と普通ですね。ジンロ。美味しさの秘密は、主原料は米と麦。あ、これまだあれだわ。まだホームページに書いてるから、ジンロのホームページに書いてある。主原料は米と麦。これらを限りなく不純物を取り除くスーパーアロスパス製法。過去5回連続で蒸留で蒸留後。韓国馬産の地下浸水をブレンド。だからすっきりピュアな味わい。とかって書いてありますね。米と麦らしいです。かといって本当にそうなのかもよくわかんない。です。ジンロ原材料よくある質問とその答え商品編ジンロの原料何ですか？米、麦を中心に
穀物をブレンドして原料としています。中心にて、おい。それ詳しく教えるやん。を中心にってなんだ。またあれか。狂月と同じく、などと同じパターンか。不安しかねえな。まあでも、まあ、ホームページに、一応商品情報のところに、ビャってやると、ちゃんと大々的にこの主原料米と麦って書いてあるから、まあ、狂月よくはまだ親切ではあるな。狂月何にも書いてねえからな。本当に。製造方法を教えてください。原材料である米、麦を中心とした穀物を粉砕し、10日発酵させます。発酵した原料をスーパーのなんとかの、なんとかで95度まで蒸留します。ほう。で、それに韓国の馬山っていうところの地下浸水をブレンドして仕上げてる。人類はどこで生産されていますか？韓国にある株式会社人類の3つの工場、カッコイチョン工場、チョンウォン工場、マサン工場で生産しています。このうちグリーンのボトルに黄色のラベルでおなじみのジンロは、主に日本向け専用工場であるマサン工場で生産しています。まあ、ここら辺もしっかりこう工場を、まあ、表示しているあたりは、まあ、まだ、狂月に比べては、まあ、まだ親近感持てなくもないけど、まあ。韓国の工場でしょ？韓国の工場で生産されてるんでしょ？これが。やばそうな感覚しかしねえな。気分が悪くなってくる。なんかあれだな、やばそうだな、これマジで。やばそうだな、本当に。本当になんでこれ買っちゃったんだろう。200ml の人炉があれば買う、そっち買ったんだけど、200ml は売ってないみたいだからね。1.8 リッターか。結構でかいの買っちゃったな。結構でかいっていうか、かなりでかいの買っちゃったな。参ったな。参ったな。でも味自体はね、あれ、狂月とちょっと飲み比べてみるか。ほぼ変わんないですよ。ほぼ変わんないけど、どっちかっていうと狂月の方が、アルコール臭がするのは人狼ですね。狂月はさらにおとなしい感じがする。おとなしい感じはするけど、おとなしいな。どっちかっていうとまろやかだね。人狼よりかまろやか。
ジンロはちょっと飲んだ後に鼻にこうツーンとくる感じの、アルコール臭がするね。ちょっと鼻がツンとするもん。ジンロはちょっとツンとするわ。どっちかちょっと味だけで考えたら、狂月の方が美味しい。うん。悔しいけど。悔しいけど、あれだ。サントリーを擁護するわけじゃないけど。ちょっと悔しいけど、まあ、狂月の方がまだ美味しい。ちょっと人類は結構荒いかな。うん。まあ、いいわ。もうなんかこれ飲んだっていうか、これ飲む、まあでも、一つ良かったことあるよ。人類と狂月、どっちも、みんなに伝えたいことがよく分かった。飲んでみて初めて分かった。原材料が表示されてないこと。そして、日本の工場で製造されてないこと。そして、三つ目。カロリーとか、なんていうの？そのカロリー、栄養成分も表示されていない。これ今までずっと分かんなかった。ジンロも狂月も原材料とかは全然しっかり表示されてるんだと思った。だって少なくとも日本で売られてるやつだからね。まさか今までで原材料表示されてない酒に出会うとは思ってなかったですね。さすがに。さすがに原材料、あれじゃん。あれじゃん、トップバリューと同じじゃん。トップバリューイオンと同じじゃん、これ。イオンもね、あれ、原材料表示してないところがあるんですよ。商品が。だから俺、トップバリューの商品を買わないようにしてます。なんでかっていうと、原材料が定かではないか、怪しすぎるか。で、変に安いし、なんか怪しい。明らかに怪しい。品物によってはもう、現在表記してないんで。もう、あれはもう信用できないですね。本当に。まあ、これはちょっと、あれだな。ちょっと伝達してみる価値はありそうだな。今度多分これ伝達します。ネタにもなるし。狂月。お客様センター、0120-139-310。あ、いいね。よし、よくやった。フリーダイヤルなら、俺がかけてやんよ。まあ、これ、フリーダイヤルだからな。フリーダイヤルなら、お前かけても全然問題ないだろうな。こうやって、人狼。お客様相談室0120-460-580。これはまた今度電話しやんよ。今と、どうせあれだから。今深夜2時だから、まあ、無理だな。やってねえだろ。ちょっとそこら辺聞いてるか。なんで原材料表示してないのか。とかね。あと、栄養成分。栄養成分表なんで表示してないのか。そうだね。その二つかな。うん。なぜいちいち、ね、お客様相談室に、ね、あれしないと、その回答がないのか。表記すればいいじゃん。なんで表記がねえんだよ。おかしいだろ。今まで表記してない酒なんて今まで見たことねえぞ、俺。こんだけ酒飲んでて、お前。1000種類近く酒飲んでて、お前、未だに一個も出会ったことないよ。
当然お前外国のお酒なんて腐るほど飲んでんだから。ウイスキーだっていい。外国のお酒だろ？ウォッカもそうだろ？あれ全部表記してあるよ。なんで韓国だけ別なんですかね。怪しすぎるな、これな。これは怪しすぎるで。まあ、栄養成分表はまあ書かなくていいっちゃいい。まあ、書いてないのもいっぱいあるしね。ウイスキーとかなんて書いてない。ウイスキーなんてほとんど書いてないけど。それでも原材料はちゃんと書いてあるぜ。これはちょっと伝達してちょっと真意を確かめるべきだ。酒好きな人間としてちょっと、酒好きの人間としてはちょっと、酒に怯えながら、というか、ね。今後その、なんていうの。これを見てる中で、見てる人で、やっぱり、お酒は楽しく飲みたいのでね。原材料がわからないってなると、不信感しかないからね。今の日本ではもう、原材料表示がほぼ当たり前になってるはず。それをお前平気で破ってるっていう時点でなんか怪しすぎるんだけど。これはやばいね。よくこんな会社、日本に受け入れたな。日本が受け入れたね。まあ、そうだな。コク、甘み、香り。まあ、狂月と一緒でいいな。これはほとんど変わんねえから。あるのはアルコール臭ぐらいか。2231で少しありがとうございました。